はい、では始めていきます。テキストフィールドは基本的なコンポーネントの一つでほぼ全てのアプリに必要ですが、コンポーズのテキストフィールドを使いこなすのは簡単ではありません。このセッションではコンポーズの現在のテキストフィールド API と現在開発中のベーシックテキストフィールド2 API について解説します。ではまずはベーシックテキストフィールド、今の API のパラメータを解説します。はい、こちらです。まずは value は現在の文字です。そして onValueChange は文字が更新されるときに呼ばれるラムダです。そして modifier、 そして enabled はテキストフィールドを有効にするかどうかをコントロールするフラグです。無効のときはフォーカス、編集、文字選択ができません。そしてリードオンリーは、こちらはリードオンリーの場合は編集不能になりますが、フォーカスと文字選択はできます。そしてテキストのスタイルです。そしてキーボードオプションズ、こちらはキーボードの挙動、キーボードの挙動をコントロールするクラスです。自動大文字化するかどうか、自動補正するかどうか、そしてキーボードのタイプと表示するアクションが指定できます。デフォルトは自動大文字化なし、自動補正あり、キーボードのタイプはテキスト、そしてアクションはデフォルトです。デフォルトのアクションはシングルラインの時はダウン、マルチラインの時はアクションなしになります。そして次のパラメータはキーボードアクションズです。キーボードアクションズはキーボードのアクションが行われた時にのアクションを指定するものです。例えば先ほどのキーボードオプションズでアクションをサーチにした場合はこちらのオンサーチが実行されます。そして次のパラメータはシングルラインです。シングルライン、こちらは通常の場合は文字が最大の長さを超える、最大の高さを超えると縦スクロール可能になりますが、シングルラインの場合はそうならずに横スクロールできるようになります。ただ注意すべき点はこのパラメータは入力内容を制御するものではないので、ここでシングルラインにしても開業を含む文字を貼り付けることや、ステートとして設定することはできます。そして MAX ラインズ、こちらは表示される最大行数です。テキストフィールドの高さに制限がない場合、ここで指定される行数を超えると、テキストフィールドは縦スクロール、高さを増やさずに縦スクロール可能になります。注意すべきは、これは実際のテキストの行数を制限するものではなく、表示上の制限だけです。そして次のメインラインズも似たように表示される最小行数です。テキストフィールドは最低でもここで指定される行数相当の高さになります。そして次はビジュアルトランスフォーメーションです。こちらは実際の入力内容を変えずに、その表示だけ変えるためのパラメータです。例えばパスワード、数字の区切りやプリフィックスなどを表示したい時に役立ちます。こちらは後ほど詳しく解説します。そして次のオンテキストレイアウトはテキストがレイアウトされた後に呼ばれるラムダです。そして次にインタラクションソース、これを使ってテキストフィールドのクリックやフォーカスなどのインタラクションが監視できます。そしてカーサーブラシはカーサーを描画するときに使われるブラシでカーサーの色が指定できます。そして最後にデコレーションボックス、こちらはテキストフィールドの装飾をカスタマイズできるコンポーザブルラムダです。こちらも後ほど詳しく紹介します。ではここからは一部重要なパラメータについて詳しく解説します。まずは value です。コンポーズのテキストフィールドのステートとしてストリングとテキストフィールド value の2種類があります。
まずはテキストフィールドバリューを見てみましょう。パラメータはこちらです。まず1つ目、アノテッティドストリング、もしくはテキスト、これは現在の文字です。そしてセレクションは現在の文字選択時の選択範囲です。選択状態ではない場合はカーサーの位置を表します。そしてコンポジション、こちらは入力中の文字の下線部の範囲を表します。例えば日本語入力の場合は変換対象の文字、英語入力の場合は自動補正の範囲を表します。こちらは入力システムが所有するステートです。テキストフィールド内部は実はテキストフィールドバリューのみ扱っていて、このストリングを受け取るオーバーロードではセレクションとコンポジションをキープしつつ、外部のストリングと内部のテキストフィールドバリューの変換をしています。そして次のパラメータはオンバリューチェンジです。一般的にオンバリューチェンジラマダ内ではステートを更新するだけですが、入力内容をフィルターしたい場合もこのラムダ内で行うことがあります。それにあたってはいくつかの注意事項があります。まず一つ目は、できるだけ入力内容を変更しないことです。テキスト入力時、入力システムもコンポーズとは別でテキストのステートを持っています。通常は入力システムが内部のステートを更新してコンポーズに通知するんですが、オンバリューチェンジラムダ内で値を変更するとコンポーズが入力システムにステートの変更を通知することになります。これは通常のコードパスではないので、入力システムによって挙動が違う可能性があります。特に入力内容に文字を追加する場合はキーボードの挙動がおかしくなる可能性が高いです。なので、入力内容の表示を変えたい場合は、できるだけ後ほど紹介するビジュアルトランスフォーメーションを使いましょう。そして2つ目は、テキストが一文字一文字来るのを仮定しないことです。どうしても入力内容自体をフィルターしたい場合もありますが、テキストが一文字一文字来るという仮定は間違っています。貼り付けで複数の文字が一気に来る場合もあれば、変換や自動補正によって入力済みの文字を含めて変わる可能性もあります。なので、例えば最大文字数を制限したいときは、新しいテキストの文字数が制限を超えた場合はステートを更新しないのではなく、最大文字数になるまでステートを更新するのが正しいです。ではここで実際の動きと文字数制限の正しい実装方法を見てみましょう。はい、こちらは最大文字数5のテキストフィールドです。まずはこのバッドフィルターを見てみましょう。こちらは文字数制限を超えた場合ステートを更新しない間違ったパターンです。ここで試しに1,2,3,4,5,6 を貼り付けようとすると、このようにできないのが分かります。そしてキーボードで例えば日本語のコンピューターを予測変換で入力しようとすると、このように変換前の状態のままになります。では次はこのナイーブフィルターを見てみましょう。こちらは新しいテキストが最大文字数を超えていない場合はそのままステートを更新します。そして新しいテキストが文字数制限を超えていて、かつ元々のテキストも制限に達している場合はステートを更新しません。これはなぜかというと、これがないと最大文字数に達している時でも末尾以外の
ところで入力できてしまいます。ちなみに、ここではテキストフィールドValueを使っていますが、ストリングをステートとして使うと、入力はできなくてもカーサー位置が進むので、テキストフィールドValueを使う必要があります。そして最後に、もし、新しいテキストが制限を超えていて、かつ 元のテキストも制限に達していない場合は、単純に、新しいテキストの5つ目のチャーのところで切ります。はい、これの動きを見てみましょう。これで貼り付けるとちゃんと 1,2,3,4,5 になっています。しかしこれ、本当は例えば、1,2,3,4 にして、そしてここで絵文字を入力するとこのように、変な文字になってしまっています。これの原因を簡単に説明すると、絵文字や一部の漢字などを表すにはサロゲートペアと呼ばれる2つのチャーが必要です。その2つのチャーの間で切るとこのように文字化けしてしまいます。では次はこのベッターフィルターを見てみましょう。こちらは Android のインプットフィルターとレンズフィルターと同じように最後のチャーがサロゲートペアの一つ目なら、そのチャーも含めて切り捨てるというような実装になっています。これを実行すると、はい、このようにこの文字化けの問題は解決できていますね。しかし今度は空の状態でこちらの4人家族の絵文字を入力すると、今度は男の人と女の人だけになってしまっています。これはなぜかというと、この4人家族の絵文字は実は4つの絵文字が特殊な接続文字で組み合わさったものだからです。ユニコードのコードポイントっていうと7つで、ストリングとしての長さは11になります。それが真ん中で切られてこうなりました。このような組み合わさった文字を正しく認識するために、ブレイクイテレーターというものを使う必要があります。注意しないといけないのは、こちらは java.text.breakiterator ではなく、こちらの android.icu.text.breakiterator を使う必要があります。はい、このように文字数制限の直前の文字までループして、そしてその位置で切ります。これを動作を見てみると、はい、このようにちゃんと文字全体が切り落とされています。しかしこのフィルターが完璧かというとそうではないです。例えば1111を入力して、でその真ん中に22を貼り付けると、このように112221になってしまいます。本当は最大文字数になるまで一文字だけインサートされて112121になるのが理想的ですが、今の API では新しいテキストのどの部分がインサートされたものなのか判別できないため、それを実現するのは非常に難しいです。これもできるだけ入力内容自体は変更せずに、文字数制限のをエラーとして表示することを推奨する理由の一つです。そして次に障害するパラメータはビジュアルトランスフォーメーションです。ビジュアルトランスフォーメーションは入力内容を変えずにその表示だけ変えるためのものです。一番分かりやすい例を言うと、パスワードです。テキストフィールドにリッチテキストを表示させたい場合もこれを使う必要があります。また入力内容に文字を挿入できるので、
例えば自動で数字や郵便番号の区切りを表示することもできます。この場合はカーサーや文字選択の位置を制御するためにこのビジュアルトランスフォーメーションインターフェースの戻り値であるトランスフォームドテキストの中のオフセットマッピングというものを正しく実装する必要があります。ここのポイントはカーサーや文字選択のハンドルは最後の文字の後にあることも可能なので、パラメータのオフセットの範囲は0から変換前あるいは変換後のテキストの長さまでです。つまり長さマイナス1までではありません。そして戻り値もその範囲にある必要があります。ちなみにテキストをコピーするときにコピーされたのは変換前の元の内容になります。そして最後のパラメータはデコレーションボックスです。デコレーションボックスのパラメータであるインナーテキストフィールドはテキストフィールドの本体をコンポーズするコンポーザブルラムダです。このラムダをパラメータとして受け取ることによってテキストフィールドを装飾することができます。そしてこのラムダがコンポーズしたものもテキストフィールドの一部になります。これがどういうことかというと、まずこのデクレーションボックスの範囲内であればテキストフィールド本体以外のエリアをタップしてもテキストフィールドにフォーカスできます。そしてカーサー位置も正しく計算されます。そしてスクロール可能なコンテナにあるテキストフィールドにフォーカスされるときにデコレーションボックス全体が見えるようにコンテナがスクロールされます。このデコレーションボックスはかなり柔軟性のある設計だと思っています。テキストフィールドを装飾できるのはもちろんですが、実はそれだけではありません。デコレーションボックスはパラメータであるテキストフィールドの本体を呼ばないこともできます。そうすると文字やカーサーなどは表示されませんが、テキストフィールド自体は正しく動きます。この特性を利用して臨床コードの入力ボックスのような特殊なテキストフィールドを作ることができます。ではまずはデコレーションボックスを使ってカスタムデザインのテキストフィールドを作る方法を紹介しましょう。ここは例としてマテリアル1、つまり Android システムのエディットテキストのデフォルトデザインのテキストフィールドを作り方を見てみましょう。まずはメインの関数はこちらです。こちらはストリングとテキストフィールドバリューの両方のオーバーロードを作っています。パラメータはベーシックテキストフィールドと比べてラベル、プレースホルダー、イズエラー、そしてカラーズを追加しています。このカスタムテキストフィールドカラーズはマテリアルのテキストフィールドカラーズクラスから不要の色を除いたものですが、マテリアルとの違いが少なければそのテキストフィールドカラーズクラスをそのまま使うのもいいかもしれません。関数内ではまずはテキストスタイルをマージします。この部分はマテリアルと同じです。そしてモディファイアはこちらのマテリアルが提供している一番下に線を表示するインディケーターラインというものを使っています。では次はデコレーションボックスを見てみましょう。こちらはカラムでラベル、そしてテキストのテキストボックスを配置しています。そしてビジュアルトランスフォーメーションによって変換された後のテキストが空であればプレースホルダーも表示します。これを実行してみると、はい、このようにカスタムデザインのテキストフィールドができています。
イズエラーやインエイブルとの状態も、そしてこのラベルをタップしてもテキストフィールドにフォーカスできます。はい、しかしこのテキストフィールドにこのようにローマ字を入力するとこの高さが縮んだのが分かります。このように。そして例えばプレスホルダーを消して、はい、今度は日本語を入力すると高さが伸びます。はい、これはなぜかというとローマ字と日本語は違うフォントでレンダリングされていて、ローマ字のフォントは日本語のフォントより低いからです。この問題を解決するためにはローマ字の行の高さと日本語の行の高さを統一する必要があります。そこで使うのがテキストスタイルの中のラインハイトです。ラインハイトを設定するときの注意事項としては、日本語フォントの行高以上の値を設定することです。基本的には、フォントサイズの 1.5 倍に設定しておけば問題ないと思います。ちなみにマテリアル2のバージョン 1.6 以降とマテリアル3ではデフォルトで行高が設定されていますが、日本語フォントの行高より低い場合もあるので確認する必要があります。ここでは見やすさのために単独でテキストスタイルを設定します。フォントサイズは16にして、ラインハイトはその 1.5 倍の24にします。しかしこれだけでは足りません。なぜかというとデフォルトのテキストレンダリングでは最初の行の上のスペースと最後の行の下のスペースがトリミングされます。このスペースをトリミングさせないためには、テキストスタイルの中のラインハイトスタイルを、のトリムパラメータを、こちらのノンに設定する必要があります。そしてラインハイトスタイルの中のもう一つのパラメータであるアライメントは、こちらは一旦デフォルトのプロポーショナルに設定します。はい、そしてトリムの設定を有効にするためにはフォントのパディングを含むかどうかを制御するフラグインクルードフォントパディングをフォルスにする必要があるので、こちらはプラットフォームテキストスタイルで設定します。はい、これで OK です。これを実行してみると、はい、このように日本語を入力しても高さが伸びないのが分かります。現在アルファ版がリリースされているコンポーズ 1.6 ではインクルードフォントパディングのデフォルト値はフォルスに、ラインハイトのデフォルト値はアライメントがセンター、そしてトリムがノンになっています。アライメントのプロポーショナルとセンターがどう違うかというと、センターは単純に文字を行の真ん中に置くに対して、プロポーショナルはフォントのベースラインの上下のスペースと同じ比率で余分のスペースを配分します。ここをセンターにしてみると、まずローマ字を入力して、そして日本語を入力するとこのようにローマ字が大きくずれたのが分かります。これは日本語を追加したことによって、行の高さが高くなったからです。
なのでローマ字と日本語が混ざる可能性を考えて、プロポーショナルを使うことをお勧めします。ちなみにですが、プロポーショナルにしても、入力ローマ字を入力して日本語を入力すると、このローマ字がわずかに、ずれます。これは、ローマ字と日本語のフォントの、上下のスペースの比率が、少し違うからです。ただしこれはほぼわからない程度のずれで、そこまで大きな問題ではないかと思います。そして次は、認証コード入力ボックスのような特殊なテキストフィールドの作り方を紹介します。先ほど、デコレーションボックスの紹介で話しましたが、パラメータであるインナーテキストフィールドを、呼ばないことで特殊なテキストフィールドを作ることができます。では、こちらの、4桁の認証コード入力ボックスの例を見てみましょう。入力ボックスのコードはこちらの、ピンフィールドにあります。こちらの、キーボードオプションズは、タイプはナンバーパスワードで、そして自動補正なし、アクションなしにします。そして、デコレーションボックスでは、このパラメータを呼ばずに自作のピンディジッツという関数を呼びます。そしてインタラクションソースの Collect is Focused as State という拡張関数でフォーカス状態を取得して渡します。ピンディジッツ関数では入力されたテキストを表示して、そして未入力のところは下に線を表示します。そして現在の位置は、文字選択の色でハイライトしています。これを実行してみると、はい、このように文字の入力、そしてバックスペースもできます。そしてこのようにタップでフォーカスの挙動も、普通のテキストフィールドと同じです。もちろんフォーカスをクリアすることもできます。このようにデコレーションボックスに自作の UI を入れることで特殊なテキストフィールドを作ることができます。では次はテキストフィールドのステート管理について紹介します。テキストフィールドのステートはオンバリューチェンジで同期で更新するのが原則です。なぜ同期で更新する必要があるかというと、テキストフィールドのステートはコンポーザブル関数に渡されるステート以外にも、テキストフィールドの内部と入力システムの内部と全部で3つのコピーがあって、この3つのステートを同期する必要があります。そしてオンバリューチェンジはこの同期チェインの真ん中にあります。なのでオンバリューチェンジで非同期でステートを更新してしまうと、ステート同期がずれで、入力された文字が失われたり違う位置に入れられたりすることがあります。ステートホルダーとして公式は基本的に、ミュータブルステートを推奨していますが、一応ミュータブルステートフローも、使い方に注意すれば使っても問題はありません。注意事項としては、まずは先ほど話したように同期でステートフローを更新することと、コレクトの時はイミディエットのメインディスパッチャーしか使ってはいけません。こちらは明示的に指定しなければそれが使われます。そしてフローオペレーターを使ってその、ステートフローをトランスフォームした後の値をテキストフィールドに、渡している場合はトランスフォームの処理も同期で行わなければなりません。次は新しいテキストフィールドの API について紹介します。現在コンポーズチームはベーシックテキストフィールド2
という新しいテキストフィールド API を作っています。2がついていますが、これは開発中に既存の API と分けるための一時的なもので、将来的には新 API が既存の API を置き換える予定です。では、なぜテキストフィールドの API を書き直すでしょう。コンポーズの開発チームのメンバーによると、テキストフィールドに関して、たくさんのバグレポートやフィーチャーリクエストがあって、コンポーズチームがそれらを対応している中、現在の設計には基礎的な問題があって、技術的負債を解消する必要があるという結論に至りました。現在の API の一番大きな問題は、こちらのテキストフィールドバリューの設計問題です。まずは、コンポジション、要するに入力中の文字の下線部の範囲はそもそも入力システムが所有するステートで API の使用者はそれを変更すべきではありません。そしてコンポーズの仕組み的に次のフレームにならないとリコンポジションが発生しないためテキストフィールドが実際更新されたステートを受け取るまでは1フレームのディレイがあります。1フレーム内で複数の変更があった場合、前の変更を受け取れずに次の変更を行うこともあるので、テキストフィールド内部のステート管理が非常に複雑になって問題が起こりやすいです。では、新しいベーシックテキストフィールド2 API について紹介します。はい、こちらです。なお、ここからの紹介は現時点での API に基づいたもので、今後 API が変わる可能性があります。また、実際使ってみたい方がいれば、コンポーズ 1.6 のアルファ版で試すことができます。新 API の一番大きな変更は、先ほど話したテキストフィールドバリューの設計問題を解決するために、テキストフィールドステートという専用のステートホルダークラスを使うようになったことです。これでコンポーズ内でシングルソースオブトゥルースができるので、ステート同期が不要になってコードがよりシンプルになって1フレームのディレイなどの問題もなくなりました。このテキストフィールドステートを見てみると、はい、このようにテキストがテキストフィールドチャーシー件数として公開されています。そして、こちらのクラスは基本的には以前のテキストフィールドバリューと同じで、テキストとセレクションとコンポジションがあります。そして、このテキストというプロパティ自体はリードオンリーで、これを変更するためには、こちらのエディットという関数を使う必要があります。こちらで使われているテキストフィールドバッファーというクラスは、ストリングビルダーと似たようなもので、中には、テキスト変更用の関数と、そして、カーサー位置や選択範囲を変更用の関数がいろいろあります。そして行われた変更はすべて記録されていて、こちらの changes に記録されていてアクセス可能です。そしてこちらの revert all changes という関数を使ってすべての変更を取り消すことも可能です。こちらのテキストフィールドバッファーというクラスは、もう一つの場所でも使われています。それが、ベーシックテキストフィールド2 API の、インプットトランスフォーメーションというパラメータです。こちらのパラメータ、現在の API はオンバリューチェンジで、入力内容をフィルターしてステートを更新するに対して、新しい API はこのインプットトランスフォーメーションでフィルターします。ここでは先ほど紹介したテキストフィールドバッファー
が使われていて、どんな変更が行われたか分かるので、例えばオンバリューチェンジの解説で話した、最大文字数になるまで、貼り付けされたテキストを、インサートするというようなことも簡単に実現できます。ちなみに、ここで、変更された後のテキストを返すのではなく、この、ミュータブルなクラスを使っているのは、長いテキストを編集するときのパフォーマンスを向上させるためです。次はベーシックテキストフィールド2の他のパラメータを見てみましょう。もともとのシングルライン、マックスラインズ、ミンラインズが、統一されて、こちらのラインリミッツという、シールドインターフェースになりました。これで、分かりやすくなりました。そして、スクロールステートがパラメータとして追加されて、文字のスクロール位置が取得、変更できるようになりました。そしてこちらのコードポイントトランスフォーメーションは現在のビジュアルトランスフォーメーションと似たようなものです。ただし今のコードポイントトランスフォーメーションは1対1の変更のみ対応していて、コンポーズチームのメンバーによるとテキストを追加できる API はまだ開発中です。ビジュアルトランスフォーメーションのオフセットマッピングは正しく実装することは非常に難しくて、多くのクラッシュの原因にもなっているので、それを自分で実装しなくてもいいような API を目指しているとのことです。最後に、この新 API はまだテキストのスタイルを変更する方法がないんですが、それも ToDo リストにあるそうです。まとめると、 Basic Text Field 2 API はいくつかの設計問題を解決して、もしくは解決しようとしています。よりシンプルで堅牢な内部実装、より分かりやすい API、 より実装しやすいビジュアルトランスフォーメーション、より多い機能とより高いパフォーマンス、これらは全部、新 API に期待できます。同時にコンボーズチームはこの新 API に対する意見も募集しているので、皆さん何か意見があればぜひ、Google のイッシュートラッカーやコンポーズのスラックチャンネルで、伝えましょう。最後に、今日のスライドと、デモのソースはこちらで公開しています。ということで、このセッションは以上になります。ありがとうございました。